広島電鉄900系電車。広島電鉄900系電車。広島電鉄900型電車は、広島電鉄が市内線、軌道線において運用する目的で、大阪市交通局、大阪市電より、中古車両を譲り受け、1969年、昭和44年に導入した電車、路面電車車両である。広島電鉄においては、 従来市内線に在籍した小型の四輪単車を代替する目的で、大阪市電の路線縮小に伴って、余剰となった二軸ボギー車各形式を、大阪市交通局より1965年、昭和40年から1969年昭和44年にかけて4時にわたって、計40両譲り受け、導入した。900系以下。 本形式はその最終年時に相当する第四次造備車として、大阪市電2601系電車を14両譲り受け、1969年、昭和44年10月から同年12月にかけて導入したものである。本形式以前に750系電車として導入された、元大阪市電の車両各形式、1601系、1651系、 1801系電車は、いずれも車体長が13メートルを超す大型車であったのに対し、本形式の前身である大阪市電2601型は、車体長12メートル未満の大阪市交通局内において、中型車と呼称されるグループに属する車両であった点が異なる。大阪市電2601型は、 従来大阪市電に在籍した木造二軸ボギー車などの使用機器を流用し、無音電車、和製、PCC カーなどと呼称された高性能車両3001系電車や同形式の試作車として先行導入された3000系電車と同一の車体を申請した車両で安価な製作費で旅客サービス向上を図る目的で1955年、 昭和30年から1961年、昭和36年にかけて、大阪車両業において、計114両が製造された。このうち、広島電鉄へ譲渡された2 6 0 1系2 6 2 6から2639は、後年ワンマン運転対応改造を施行しており、当時ワンマン運転の導入を計画していた、広島電鉄へワンマン使用車全車が譲渡されることとなった。 広島電鉄においては1969年、昭和44年10月17日付で901から904.906から914の13両が、約1週間後の同年10月25日付で905が竣行し、全車が出揃った。905から914の10両は一旦、車掌上部、ツーマン仕様に改造し導入されたが、 901から904の4両については、そのような改造を行うことなく、広島電鉄発のワンマン使用車として落成し、同年12月より、白島線において運用を開始した。また、本形式は導入に際して、車体塗装の変更は行われず、おおむね大阪市交通局在籍当時の原型を保ったまま導入された。このことは、広島電鉄が、 他事業者より譲り受けた車両を、上戸元事業者に在籍した、当時の塗装のまま導入する契機となり、また、広島電鉄が愛好家から、動く交通博物館、路面電車の博物館などの名で故障される契機とも、なった。当初通万仕様で進行した905から914についても後にワンマン対応に仕様を復帰し、後年、 過半数の車両を対象に冷房改造が実施された。全長 12,480mm の構え体主要部分を普通行とした半構成構え体を備える。前後つま面には緩い交代角を設け、3枚の窓の内運転台部分に該当する中央部を大型の広幅固定窓とし、左右に縦長形状の開閉式の小窓を配した。 3000系以降に申請された大阪市電の車両における標準的構造を踏襲した。前面中央窓上部には行き先表示器及び運行系統番号表示器が一つのケースにまとめられて配置されている。広島電鉄への導入後、運行系統番号表示器はしばらく使用されていたが、その後使用停止取り、他社と同じ系統番を装備した。後年同部分には、 ワンマン表示が掲出された。前照灯は白熱灯式のものを、前面や昆布中央部へ埋め込み形ケースを介して装備し、後部標識灯は、前面コシータブの向かって左側へ一灯装備した。大阪市交通局在籍当時は、前面コシータブの向かって、右側に、終電装置、ビューゲルの上昇及び方向転換時に用いる、ワイヤーの巻き取り機を期していたが、 広島電鉄への導入に際しては、終電装置を Z 型パンタグラフに換装したため、巻き取り機は不要となり、撤去された。側面は、車体の前部と中央部の2箇所に、型会式の客用扉、引き扉を設置し、全中被配置とした左右非対称構造を採用。側窓は下段のみが開閉し上段を H ゴム固定指示とした、いわゆるバス窓構造で、 窓配置は D3D13D、客用扉、各数値は側窓の枚数、下線付けは車掌用窓を、括弧付けは戸袋窓をそれぞれ示すである。本形式の前身である大阪市電2 6 0 1系2 6 2 6 26の2639は同形式の初期車が車掌窓部分を他の客用窓と同一形状としていたのに対して、 横引き式の開閉窓に改良した点が特徴であった。車内はロングシート仕様で、車内照明には蛍光灯を採用した。車体塗装は前日の通り、大阪市交通局在籍当時と同じく、車体の下半分をマルーン、上半分をベージュとし、大阪市電においてワンマン車を表した、マルーンベージュの塗り分け境界部分に青帯をした塗装で進行した。 主要機器については、基本的に大阪市交通局在籍当時と変化はない。制御方式は、各運転台に設置された、KR-8 直接制御機、ダイレクトコントローラーによって、速度制御を行う直接式である。主電動機は三菱電機製の直流直巻電動機メガバイト -245L、1 24時間定格出力 38kW を一両。 辺りに木搭載、駆動方式は吊り掛け、式、歯車比は4.14である。台車は、ブリル車製の単造工組み立て式台車 77E を原設計として、住友製工所、現住友金属工業において、模倣生産された、ブリル 77E 台車を装着する。同台車は大荷重に耐える重ねいったバネと、その直上、揺れ枕との間に挿入されたバネ。 定数の小さいコイルバネ、グラジエートスプリングを併用し、軽荷重の間は柔らかいコイルバネが作用し、一定荷重を超えると、コイルバネ周辺に設けられた突起を経由して、重ね板バネに荷重が直接伝わる機構により乗り心地改善と大荷重、対応の両立を図り、さらに揺れ枕と台車枠の間に、リンク装置、トラオンを設けて、 陽動を制限することで小刻みなビビリ振動を抑止するブリル車の特許による枕羽揺れ枕部の格式構を特徴とし、また固定軸間距離を 1626mm と路面電車用台車としては比較的長く取ることにより振動特性を改善し乗り心地の向上を図った。軸受け部の構造は平ら軸受けプレーンベアリング仕様で 車輪径は 660mm である。制動装置は構造の簡易な SM-3 直通ブレーキを常用し、その他非常ブレーキとして直接制御機の操作によって動作する発電制動を備える。終電装置は前述の通り、広島電鉄への導入に際して、Z 型パンタグラフへ換装され、屋根上中央部に一気搭載する。 前日の通り、先行して導入された、通満使用者の905から914は、市内線全線において、ついで導入された、ワンマン使用者の901から904は、白島線においてそれぞれ運用されたが、後年のワンマン運転線区の増加に伴って、通満使用者についても1973年、昭和48年1月27日付で、全車とも、ワンマン使用へ、 再び改造され、本形式は、全車は安満仕様となった。また、同時期には、全面腰タブに、自動車との接触防止を目的として、菱形の警戒サインが黄色く塗装された。1975年、昭和50年11月1日に発生した、仙打車庫火災において、902が550系552.1100、京戦101と共に被災した。 被害の少なかった千百系千百1にのみ修復され、翌千九百七十六年、昭和五十一年一月2日に復帰したが、残る二両は千九百七十七年、昭和五十二年四月四日付で廃車となった。残る十三両に対しては、車体塗装の青帯省略、全面形解色の廃止などが実施され、その他全面中央窓の開閉構造化が施行されたが、 施工時期によって全面窓枠の形状が異なる点が特徴となった。市内線所属車両の冷房化が進捗する中、本形式は後年まで非冷房仕様のまま残存したが、1986年昭和61年8月より冷房改造が開始され、904から907.910から914の軽給量が1989年。 平成元年月までに順次冷房化された。搭載された冷房装置は他形式と同じく三菱電機 CU77A、冷却能力2万千キロカロリー H で1両あたり1基屋根状に搭載し、冷房用電源として静止系インバータが同じく屋根状に新設された。また、冷房装置の搭載に伴って自重が1トン増加したことから、 主電動機を750系の廃車発生品である、東洋電気製造 TDK-546G1A、G、1、A、一時間定格出力 45kW に換装して、出力増強を図り、歯車比も4.21に変更された。その他、全面行き先表示器の電動化が施行され、表示窓の上下寸法が若干拡大された。 冷房改造の対象から外れた901.903、908.909 90の4両は、広島電鉄に在籍する最後の非冷房車として、継続運用されたものの、新型車の導入に伴って1998年、平成10年3月20日付で903.908909が、2000年、平成12年3月31日付で901がそれぞれ除籍された。 同4両の到達完了によって、広島電鉄は営業用車両の冷房化率100%を達成した。冷房化された残る給料については、2012年、平成24年10月現在現役で運用されている。かつては、千田車庫と江和車庫両車庫に配属されており、市内線全線にて運用されていたが、2003年の7号線、 開業時による市内線車両の転配属で全車両がエヴァ車庫に集結している。したがって日中帯では主に7号線、8号線をはじめ9号線の白島線内折り返し運用のほかラッシュ時やイベント時の増発時には6号線運用にもつく。また検査明けの際は線な車庫管轄の運用にもつく。 またこの形式では全車両が9号線直通の方向幕にも対応しており、エバシャコ所属の1900型と共に、白島線の運用につくことが可能な上、日中の9号線直通の超低小車両線型による運行の大掃除にこの車両が当てられる。建造から60年近くが経過しており、特に足回りは大阪市電1001型から数えると90年以上に達する。 750型で一般運用に就く車両が一両のみとなった2015年現在は、広島電鉄で一般運用を行う車両の中でも古参であり、特にまとまった数が存在するグループとしては最も古い車両となった。ただ、市内専用調低小車両の1000型が導入されても、同年代製造の190型は全車健全なのに対し、本形式は9車。 廃車が進んでおり、今後の挙手が注目される車両でもある。2017年9月、906号が、韓国ソウル特別市芦玄区の旧京春、千廃線区間を活用した、鉄道公園、京春線、森道に、保存、展示のために、無償状とされた。アシ玄区から購入の申し入れを受けたヒロデンが、公園造成の趣旨に賛同して送られたもので、簡単な整備の後に、 ソウル地下鉄6号線、ファランド駅軽春線森道館の約700メートル区間を運行予定である。906号は2017年12月に広島港より船積みされ、2018年1月に同公園の旧ファランド駅跡地に到着している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。